はい、Cさん、今鬼のマスクで、顔のチェックしております、はい、どうですか、マスクのかけ心地は。はい、悪いです。悪い、うん、でも、まあ、いい感じですよ。あ、本当。こっち見て、お、匂うめちゃくちゃ匂う。どういうことですか。いいシーンじゃない、別に。でそれ、これ、あ、近々佐渡でロケする。あ、いいですか。鬼ヶ島へようこそっていう。行きますか。ねえ、一つよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。とっても可哀想に、うちで来る人ね、何でもさせられんね。本当に。鬼は外みたいな、福は内、ギターフロンティアへようこそ。今日はね、あのタイトルにもありますけども、まだ売れてませんシリーズなんですけど、僕たまたま今日ほら節分なんですけど、節分ってそもそも A さんどういう意味だか知ってる？知らない。まあ明日が立春ということで、新しい春ね、新しい年と言いますかね、春と言いますか。ですからその前日になんかやり残したことはもうないかなみたいな、そういう意味合いもあるらしいんだよね。ということで、ちょうどタイミング的には、ですから明日から春ってことであればね、売れ残ったのをやっぱもう一度宣伝しなきゃいけないっていう、そういうことですわね。A さん、それでいいね。はい、よろしくお願いします。ということで、先ほど見ましたら、節分ではですね、自分の年の数だけ豆を食べるなんて書いてましたけども、61食べなきゃいけないの、食えねえわというね。A さんは食べれるよね、まだ若いから。嘘つけ。君も結構毒量食わなきゃいけないんじゃない。そんなこんない、反応いいね、今日そういう時はね。よろしくお願いします。さあ、じゃあそういうことで、まずは1本目、これがね、正直なんで売れないか俺不思議。ヘッドウェイの HJ603、 国産ですよ、オール短板。ほら見て、めっちゃいい音。ほらほら、原稿も低いんですよ、6弦12フレット中で 2.1 か2、ね、あのちなみに今日の、ギター全部下の概要欄にちゃんとやった時の動画貼っときますからね、見てください。ピックでもあのギブソンっぽい、見た目はギブソンっぽいんだけど、 J45 っぽいんだけど、あのギブソンっぽさもありながらの綺麗な音も出るんですよね。でもまあギブソンっぽく弾く人だったらこう、出せながらのちゃんと綺麗な音も、ほら、おわお、いい音します。純正ハードケース機で、お値段がなんと税込み、オールタンバンです、118,000円でございます。よろしくお願いいたします。ということで、あとね、何本だこれ入れて、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本もあります。9本全部弾くわけがないので、あのざっとこれから僕がハンディ持ってご紹介しますので、もう一度よかったら見てやってください。よろしくお願いします。はい、それではまだ売れてませんシリーズ、まず1本目はこちら、国産のロゼオ。これはね、高級な小ぶりなフルアコなんですね。フロントピックアップのみというね、潔いスタイル。レディーバグ LACTM カスタム RZO300 という、ほとんど使ってなかった状態、めちゃくちゃいいです。168,000円税込みです。よろしくお願いします。さあ、そしてこちら、これがね、僕個人的にはめちゃくちゃいいギターで好きなんですよ。国産のこれね、一応の前のオーナーさんの話だと ESP で作ってもらった完全オーダー品らしいんですよ。ディマジオのね、 DP158 だっけ、いわゆるスティーブバイモデルのピックアップが搭載されていて、フロイドローズエボニーシバン、めちゃくちゃいいギターです。本当音抜けもいいし、あの概要欄に貼っとくんで
見てください。こちらが128,000円税込み。これ今これ ESP でこのクラス作ったら50万ですよね、最低で。さあそしてこちら、これも国産のゼマイティス A24 ですね、148,000円。これもねめちゃくちゃ状態いいんですよ。こちらは、純正のハードケース、これも立派なのがついてました。はい、こちらはですね出ました、フレッシャーです。フレッシャーもねほぼほぼ80年入ってからのほぼもう第3キロ号かな、もう最後の方のやつで、このヘッドがこのいわゆる当時ね、あの70年代から割とラージヘッドは安いやつで、このスモールヘッドって高いやつだったんだよね。これ作りが全然いいんですよ。これは最高機のやつは確かね中心楽器、中心楽器が作ってた味ですね。はい、そしてこちらもですね、ジャパンヴィンテージは大変レアなギターで HS アンダーソンね、こちらのなぜかエクスプローラータイプ、これ HS アンダーソンというとマッドキャットっていうかねテレキャスタイプが有名なんですけど、これは非常にレアだと思いますよ。さあそしてこちら、ノーブランドですが、ピックアップとのところと、指板のポジションマークのところに LED を仕込んであるというね、大変面白い。ちょっとスイッチ入れてみますね。ほら見て、これはちょっとディスプレイにも最高。そしてセンターピックアップだけが実は生きていて音も出るんです。これ実はこれは面白い。このね車両を分かっている方に買っていただきたい、ね、さあそしてこちら LTD by ESP、 いわゆるこれはフォレストっていうボディシェイプなんですけど F250 というタイプです。これもフロイドローズがついて3キュッパ、これで3キュッパ安くね。そしてねこれ見てスルーネックなんですよ、この価格帯で。これ定価だ当時ね10万はしなかったはずです。7、8万かな。はい、そういったわけでね、いかがでしょうか、まだ売れてませんシリーズ。みんないいギターでね、行き先待ってますよ。みんなそれぞれ聞いてみたらさっきちっちゃい声でこう、おい ちなみにこれ行きたい、行きたくないっていや行きたいに決まって、どうかもらってやってください、この素晴らしいギターたちをね。ということで今日は節分ですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうかね。僕もこれから帰って、まあ、家でちゃんと豆まきでも一応A さんもする、子供と。あ、さすがにもういい年だもんね、子供もね。でも俺は逆にやろうかな今日ね、一人で小さく鬼はちょっと泣きながら、多分一人で本当にやってたら本当泣けるかもしれないね。よろしくお願いします。ということで今日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。皆様に感謝です。はい、本日のギター紹介動画いかがだったでしょうか。ダメだ、しまってる。はい、本日のギター紹介動画いかがだったでしょうか。また、じゃあ、また噛んじゃった。